松山市堀江町の三浦アートビレッジで愛媛大学卒業生らの作品展創造の時が開かれています。2018年度末で幕を閉じた愛媛大学教育学部芸術文化課程造形芸術コース。今回の作品展はその17期20年間の終了にあたって開かれたものです。会場には卒業生有志と教員らによる創造の時をテーマにした絵画や彫刻など34点が並んでいます。卒業生が卒業していって、どういった成果を残していったのかというのを皆さんに見ていただければということで、はい、開催しております。普段の制作で自分の思い通りにならない他者とか物質他の性質なんかを向き合っていくというようなことをテーマに制作されている作家さんで、今回の作品は厚さ9ミリの鉄板を熱して叩いて形を作って制作している作品になります。その造形芸術コースで学んできた学生さん卒業生先生方の作品を見て、現在芸術を愛媛県で学んでいる、学生さんたちに道しるべになるような感じで、はい、見ていただければと思います。個性豊かな作品の数々はどれも見応えがあり、訪れた人それぞれの価値観で楽しめます。この創造の時は3月4日まで三浦アートビレッジで開かれています。また5月13日から6月14日にかけて愛媛大学ミュージアムでもパート2を開催予定です。美術史の講演やギャラリートークも行われる予定ですので、皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。